こんにちは、榎本美沙です。今日はレンジで作れる手作り豆腐の作り方をご紹介したいと思います。なんと手作りの豆腐はですね、無調整の豆乳とにがりさえあれば電子レンジで作ることができるんです。ぜひですね、今回本当に簡単なので試してみていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まずこちら、無調整の豆乳になります。大豆固形分が 10% 以上のものを使うようにしてください。そしてこちらがにがりになります。にがりはですね、大きめのスーパーやドラッグストアにはあるので探してみていただけたらと思います。通販でも買うことができます。そしてこちらお好みですけれども、出来上がったお豆腐に好きなものをかけていただければと思いますが、今回青ネギとお醤油にしています。はい、今回の手作り豆腐本当に簡単でして、まずですね、こちらの豆乳ににがりを入れて混ぜていきます。にがり入れたらですね、右に10回そして左に10回です。10と混ぜます。そしたら耐熱の器に均等に入れていきます。はい、均等に入れられたらですね、こちらにラップをかけます。ではこちらでですね、電子レンジ600ワットで2分半から3分ほど加熱していきます。加熱し終わったらですね、ちょっと揺らしてみて、あ、固まってきてるかなぐらいのところで加熱はストップしてください。はい、こちらが加熱し終わったものになります。揺らしてもですね、しっかりと固まっています。こちらでラップをかけたまま5分ほど置いて余熱で最後まで火を通していきます。はい、ではですね、こちらで盛り付けていきたいと思います。出来上がりのお豆腐、ちょっと大きめのスプーンで盛り付けるといいかなと思います。はい、こちらでですね、好みでネギや醤油をかけて召し上がってみてください。こちらで完成です。はい、レンジで作る手作り豆腐の作り方いかがでしたか？電子レンジでお豆腐が作れるっていうのはですね、あんまりやったことない方も多いかなと思うんですけれども、手作りのお豆腐ふわふわしてすごく美味しいので、ぜひですね、ご興味があれば作ってみていただけたら嬉しいです。これからもいろんな料理をご紹介していきますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。